ライトロックチャンネル。いらっしゃいませ。お絵かきソフトクリップスタジオペイントの使い方を日々発信しております、クリスタの外の中の人、ハヤトロックです。今回は以前のお絵かき配信中に質問があったテキストの変形についてお話をした解説部分の切り取りを動画といたしました。この動画を見るとテキストの変更方法やその際の注意点が分かり、思いのままの場所にテキストを貼り付けられるようになると思います。もしもなるほどそういう風にすればいいのかと思っていただけましたら、高評価ボタンをクリックしていただけると YouTube の管理画面を見ながら静かに涙を流していると思います。それでは解説スタートです。お、こんばんは。文字も変形できるのですね。変形できますよ。ですね、今これレイヤーのところ見れますか？これが今テキストの状態ですね。テキストの状態なんですけど、この状態だとまあご存知の通り、はい、拡大縮小と回転ぐらいしかできないんですけど、例えばこれをレイヤーの変換ね、この上のレイヤーのところから、ここにレイヤーの変換っていうのがあるんですけど、これを押すとこういうのが出てきて、テキストレイヤー、ラスターレイヤー、ベクターレイヤー、画像素材レイヤーっていう風にね、レイヤーの属性を変えられるんですけど、ラスターにするとご存知の通り、はい、変形ツールで変形はできるんですけど、こんな感じでね。でも例えばギュッと小さくした状態をこう確定押すじゃないですか、ポンって。で、あ、やっぱりこの形じゃないんだよなと思って、もう一回こうね変形させようとするじゃないですか。するとね、はい、わかります？画像が劣化するんですよ。ぼやぼやってなってるでしょ。これ大きかったものを小さくして、それで確定した上でそれをまた拡大しようとしたらぼやぼやっとなっちゃうんですよ。なのでこれを起こさせないために、ここね、最初テキストの状態からさっきのレイヤー変換ねを押して、ここをラスターレイヤーじゃなくって画像素材レイヤーっていうやつにしとけば、画像素材レイヤーにすると画像の劣化がないんですよ。今劣化しないというふうに言い切っちゃいましたが、劣化しづらいに訂正させてください。さすがに劣化しないわけはありませんでした。もともとの大きさより大きくするとさすがにですね劣化しちゃいます。ラスターレイヤーのまんまだと劣化するんですよ。まあさっきやったみたいに、小さくしたものを、大きいものを小さくして、小さいものをまた大きくした場合にぼやぼやになるんですよ。なので角縮とか自由変形とかして、大きさまた変えるなと思った時は画像素材レイヤーの方がいいんですけど、画像素材レイヤーもね万能なわけじゃなくって、画像素材レイヤーはこのね編集の変形のメッシュ変形っていうのができないんですよ。なのでメッシュ変形をしたい場合は、変換からラスターレイヤーにしてメッシュ変形ね、これねしなきゃいけないんですけど、さっき言ったように小さくして大きくしようとするとぼやけちゃうんで、メッシュ変形するときはね若干大きめに作っといた方がいいです、最初から。なので、結論なんですけど、テキストを自由変形したいなら画像素材レイヤーに変換して、でテキストをメッシュ変形したいならラスターレイヤー、ただし少し大きめにしといた方がいいですという結論になります。はい、よろしければこの動画を見ていただければ、昨日テキストを変形するっていう動画ではないんですけど、画像素材レイヤーについて動画にしてますんで、よかったら参考にしてください。ラスターレイヤーのまんま拡大縮小するとガビガビになるけど、素材レイヤーだとそれがないよっていう動画ですね。ありがとうございます。中断させてしまってすいません。いえいえ、全然いつでも質問してください。本当に僕が答えられる限りのものしか答えられることはできないですけど、いや本当本当ね、本当に本当に質問いつでもしてください。それが僕の仕事ですので。はい、ということで今回はテキストの変形の仕方とその際の注意点について解説しているところを切り抜きさせていただきました。このような感じで僕ハヤトロックのお絵かき配信では随時リスナーさんからの質問を受け付けています。2022年4月現在週4日以上配信を行っています。収録現在ひょんなことから1週間毎日配信が決定したところですって感じで、ゲリラライブなども含めると週4日とか言っときながら毎日やってるじゃんなんて週もあるので、ぜひともお気軽にご来店くださいませ。
ライブスケジュールは概要欄に記載しております。それでは皆さんのご来店をお待ちいたしております。クリスタでお絵かきするのが楽しく好きになれますように。またね、バイバーイ。